やっとやっとライバルに勝ちました。ライバルに勝ったので久しぶりにあれやっていいですか。大阪府立体育会館の照明が落とされて、観客席から無数の光が、本当のことを言うと、本当のことを言うと、去年この会場大阪でライバル岡田和親に負けたので大阪が嫌いでした。が今日栄に日本で一番ここ大阪がめっちゃ好きやで。大阪弁の告白。おい大阪、See you next time! 大阪の夜を爆発させました。サラダニュージャパンカップ今年の準決勝長岡大会に続くサラダの独白でした。ライバル初勝利おめでとう。一番負けたくない相手に負けたな、クソ。まあライバルが勝ったことによって俺とサラさんの物語は楽しくなっていくでしょう。じゃあ楽しくなっていく嬉しさいくつでしょうか。今日栄に日本で一番ここ大阪がめっちゃ好きやね。嬉しさ100やね。国記念ホール大会毎日しての発売中です。これはさ、ね、会場に来れなかった人が見てんだろ、ね、最後のやつはテレビ見てるやつら、俺からのギフトで、今後楽しみにしとけ。